藤純也が告訴された時の証拠品があまりにも粗末すぎる。告訴状の添付資料には女性の言い分を書いた陳述書や心の傷の診断書はあったが、問題のように何があったのかについての客観的な証拠はなかった。代わりに告訴状に添えられていたのは次のような証拠だった。被告訴人伊藤純也のウィキペディア、サッカー日本代表戦の資料、テレビ朝日系スポーツ王は俺だの番組資料、どれも事件の直接証拠になるとは考えにくかった。添えられた証拠本間お粗末すぎん。提出された証拠が一番衝撃すぎる。そりゃ女性側の弁護士いなくなるわ。いや、証拠にウィキペディアって、大学の論文でもボツだろ。身長バカなの。 JFA とスポンサーは今後どう対応するんでしょうね。これやっぱり本当に一番ふざけてんのは田島だろ。守ってやれって本当に。 JFA は選手を守ることもできない腰抜け集団だったことが明るみになってしまったな。ニューヨークでは安いのでは。